性の響きテクノポップです。はい、ということで、前回もお送りしましたジュノ DS のピアノ音と比較動画です。今日は第2回目お送りします。はい、本日はですね、2つ目、ロックピアノ DS ということになっております。まあ、なんかロックに使うのかな、ロックの曲調の時に使うのかなっていうふうに思っているんですけれども、私もこれ過去に使ったことありまして、まあ、なんかロックバンドのロックテイストの曲のちょっとこう軽い刻みみたいな、なんていうんですかね、バッキングみたいな時に使ったことがあります。とてもなんだろう、すっきりした感じですかね非常に使いやすいことになっております。今日もね、早速弾いていきたいと思います。本日はピアノ2番目のロックピアノを弾いてみました。どうでしたか？結構つぶらしい感じでしたよね。ちょっとあのノリのいい曲をね弾いてみたんですけれども、緑黄色社会のメラっていう曲ですね、弾いてみました。一昨年かなすごい流行った曲でございました。すごいかっこいい曲なので原曲も聴いてみてください。はい、なんかあのいいですよね、すごい好きですねこの音。はい、ということでね、またあの次回も弾いていきたいと思います。皆さんまたお会いしましょう。以上、響きテクノポップでした。バイバイ。